おさあ、ハーデンとエンビードのピックロールが始まるぞ。スクリーンをセットして、ハーデンが侵入していく。あれこないだこのピックロールどうやって止めるのって解説したばかりなんだけど、何かおかしいなハーデンが減速して、おフローターロングペイントショットがリムに弾かれる。エンビードもリバウンド取れない。うーん。あんまり優位性が、 生まれなかったですね。Hey!What's up!What's up! 皆さん、佐々木クリスチャンネルへようこそ息子がいきなりカメラを回した時から大騒ぎしているんですが、それはあまり気にしないでください。というわけでね、まあ大騒ぎする理由は今日のゲームたくさんあったはずなんです。ブルックリンネッツ対フィラデルフィアセブンティーシクサズ。はい。朝起きて僕はツイートまでしましたよ。今日のゲームはプレイオフさながらのショーダウン。 そうね、ヘビーウェイトチャンピオン同士のね、こう、もうほんと12ラウンドの、そういったマッチになっていくんじゃないかなというふうに思っていました。会場にはドクター j はい。 フィリーの英雄であります。そしてアレン・アイバーソン、AI まで来ていて、ドクター、ドクター・ J はね、あの恒例のリバーティ・ベルまでカーンカーンと鳴らす、もうね、ほんとね、素晴らしいハットをかぶってね、うーん、こういう風に僕も年齢を重ねたいなと思うような、えー、そんな入れ立ちでドクター・ J 来てくれていたんですが、 うーんはい、皆さんの期待通りだったでしょうか、まあ、アナリストの期待通りだったかも少し分かりませんもうね最終結果から言ってしまいましょうブルックリン129対フィリー100ということでうーんワンサイドになってしまいましたよそういった意味ではこのゲーム、まあ、昨年の2021年ですね、はい、のイースタンカンファレンスセミファイナルアトランタホークスとの、えー、試合 あの試合以来、ベン・シモンズが久々に相手チームのメンバーではありますけれども、ウェルスファーゴセンターに来るということで、うん、様々なね、憶測、期待あったんじゃないかなと思います。このゲーム、うん、ブーイングに始まり、まあ、ブーイングに終わったわけなんですけども、まあ、ブーイングの始まりというとね、もうベン・シモンズが えー、フィリーに来ましたよ。で、ホテルからバスに乗り込む時点で、まあ、フィリーのファンが出待ちをしていて、ブーイングを浴びせるなどね。まあ、そういったブーイングから始まりました。そして、ティップオフのね、現地記者が言うには、55分ぐらい前に来て、パティ・ミルズのリバウンダーになってアシスト役をやると。まあ、ダンクも一本、どうやらシモンズ決めたそうなんですが、まあね、このコート、練習着に身をまとって、出た時にも、大きなブーイングが浴びせられた。はい。それからね、特にこう、 フロアに立った元チームメイトとのハグなどもなくて、まあ、下津に関しては、うん、まあね、あのー、移籍したときは、必ず3月10日現地ですね、今日は日本時間では3月11日ですけども、3月10日は出るんだみたいなことをまあ発言していたんですが、腰の、えー、痛み、えー、腰痛によって、今日は出る,出ることがかなわなかった。そんな中でね、どんな えー、面持ちであったりどんな表情でゲームを見るかっていうところもね、うん、すごく興味深かったんですが、うんまあ、ゲームはねもう1クォーターからブルックリンが主導権を握りましたハーフの時点では71対51という展開になって、まあ、ブーイングがいよいよフィリーに向けられてしまったとブルックリンコールまで聞かれていました皆さんもね観戦された方はお気づきだったと思いますかなりのブルッックリンンネッツファンも、まあ ブルックリン、ニューヨークから、まあ、電車でも移動できる距離なので、えー、訪れていた、このゲームだったんじゃないでしょうか。なんと4クォーター、8分を残してですね、フィリーのファンたちも帰り始めてしまうというね、非常にこう、まあ、フィリーにとってはかんばしくない、そんな状況が生まれていたんです。 まあそういった意味ではファンもしくはね僕自身もそうかもしれませんけども点数だけで言うとまあゲーム内容は期待外れに終わったかに見えるんですけどもこれからプレイオフをやはり考えていく上でこの2チームというのは注目になりますし駆け引きという部分ですごく面白いところがたくさんあったので少しばかりねそういったアイディアを皆さんと共有していきたいなというふうに思いますまずマッチアップを見ていくとフィリーはサイブルをカイリーアービングそして KD にはハリスを当てていってブルース・ブラウンにはハーデンという手法でしたまあハーデンはね、えー、往々にして相手のパワーフォワードだとかノンシューターだとかそういった影響度の少ない、えー、相手選手につくというのが定石ですけれどもここでもそれをフィリーは踏襲していましたね一方ブルックリンで面白かったのはなんとカイリー・アービングがジェームズ・ハーデンとマッチアップしました それによって1クォーター早々にハーデンがポストアップするという場面も生まれたんですがこれはね、えー、カイリー・アービングがそのポストアップをブロックする形になってハーデンはねそれ以降ポストアップはしませんでしたまあこれねまあカイリー・アービングとハーデン実はブルックリン・ネッツの最後の1か月ぐらい、まあ、移籍してから出た噂話ですけど、まあ、練習中にハーデンに対してお前なんかもう錆びついてんだっていうねカイリーが言ったと。 まあ表向きは友情がちゃんとあったっていうふうにえー発言はしてますけれどもまあトラストークなねチームメイト同士でもよく起こりうることですし過去にはねマイケル・ジョーダンが本当にチームメイトを傷つけてしまったっていうようなことも起きるぐらい闘争心の塊のような選手たちがいるんですけどもまああのこれね結構メンタル的な駆け引きだったと思います、まあ、ディフェンスの名打ての 選手でではなないいいカイリーーがなぜハーデンについたのかっていうところですよねで僕このポストアップをあんまり繰り返すとよろしくないんじゃないかなというふうに思いましたやはりエンビードのポストアップの方が効率いいですしハーデンとエンビードのピックロールの方が効率いいわけですしカイリーはピックロールのディフェンスではスクリーンにぶつかって、まあ、スクリーンの回避もあまり上手ではないというところでそのスクリーンにぶつかった後にやっぱりディフェンスがおろそかになるという習性もあるので まあ相手チームからしてみればそこをつく方が1対1のポストアップをしていくよりもずっとずっと効率はいいはずなんですね。で、過去にはこう、例えばね、すごい小さいアイザイア・トーマスがボストン時代に相手のタイムアウト明けに相手のまあすごいスコアラーにあえてこうつく形でまあタイムアウト中に考えたプレーを放棄させると。要するにやりたいことをせずにあ、ミスマッチじゃんって言って本来の形ではない形に仕向けているのかなっていうふうに思ったんですね。 ただ、ハーデンはブロックされて、で、ファールじゃないのかよっていうイライラも募らせつつも、その後、ポストアップしていかなかったというのはいいのかなっていうふうに思いましたね。まあ、本当にまあバスケットがメンタルのスポーツだっていうのは、まあ、こういったところなのかなっていうふうに思います。共にすごく鼻息荒い1コーダーではあったと思うんですけども、フィリーの方が入れ込みすぎていたのかなっていうふうには思いました。どちらかというと、 ブルックリンがセカンドチャンスポイントだとかファーストブレイクでイージーバスケットで加算していくのに対してもうゴリゴリのエンビードのまあドラモンドに対するポストプレーですよねこれを必要に続けていたまあこれうまくいっていたようにも感じていたんですね特にデータ上で見ると1クォーターのフリースローブルックリンが3分の1そしてエンビードがすべて放ってフィリーが13分の10と いうところなんですねでねこれはね前回僕フィリーの解説特集でやりましたフリースローたくさんもらえるとボーナスにも早く入れてロールプレイヤー要するに脇役の選手たちもすごく自信を持ってプレーできることにつながるので相乗効果は大きいよねっていう解説をしたんですがいやーゲームというのはやはり生ものですねことこのゲームに関して言うとうん、まあ、フィリーは徐々に徐々にこうリズムを奪われてしまっていましたやはり ボールが来ないと選手というのは積極的にならないですよね。触らないとやっぱりチームのリズムが生まれない、フローも生まれない、まあ、フリースローも当然他の選手たちが奪うということもできなくなるというような状況がちょっと生まれていたのかなっていうふうに思いました。はい。そして、えー、まあこれはね、本当にゲームの局面、局面で変わることなので、 全てそれが当てはまるということではないんですが、このゲームに関しては、エンビードがある意味、イコジになってしまうことが、まあ、空回りの原因になってったり、まあ、ハーデンがなかなかリズムをつかめなかったり、主体性を持ってプレイできない要因にもなり得たのかなっていうふうに振り返ると思いました。そして、プレイオフを考える上で、はい、こんなこともちょっとね、考えるきっかけになるゲームかなというふうに思いました。ミッドレンジは死んだ。 はい。まあ僕もね、解説させていただくときに NBA はこのリム周りとそしてスリーポイントこの二つが攻撃の両輪で、まあ、ここにシュートセレクションに重きを置いてプレイしてますよっていうことをね、えー、申し上げて、まあ、ロングツーだとかミドルレンジっていうのは統計上極力避けるべきタイプのシュートだっていうふうに解説することがありますですがミッドルレンジ に関すするるる考え方ととしててやはははり重要性は持っていいいううのは間違いなくあると思うんですね僕もポイントガードをやっていたんですけども特にピックロールの駆け引きの中でミッドレンジがあるない、えー、ここではすごく大きく、えー、駆け引きが変わってくると思いますでこれはね掘り下げていくとすごく深い話になっていくので今日はまあミッドレンジ論の、まあ、一端だけを紹介する形にはなるかもしれないんですけども今日のゲームはすごくいい研究材料でした 例えばね、去年の NBA ファイナルで、いや、ミッドレンジ最強でしょとか、やっぱり、えー、ミッドレンジは守られない。例えば今シーズンのデローザンの活躍で、ミッドレンジを止める術を周りのチームは持ってないから、ミッドレンジが強いとか、ミッドレンジを選択しているデローザンは、えー、無双なんだとか。まあ、かつてのスパーズが、他のチームはスリーポイントバンバン活用してるのに、すごいミッドレンジ多いから、あ 時代とは逆言って逆のとこ狙ってるっていうふうにねあの着目される方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、それは多分正解の半分ぐそもそもなんていうのかなミドルレンジを完全にワイドオープンにしてるわけではないですしじゃあミドルレンジを高い効率で決めれる選手がそれだけ潤沢にいればみんなミッドルレンジを選んでます。 はい、ですがブッカークリス・ポールデローザンケイディ・カイリーこういった選手ほどミッドレンジがそもそもディフェンスが守ら,守られているもしくはミッドレンジに仕向けるスキームの中でそれだけ決めれる選手は実が少ないというところがあるんですね。はい、それをまあ踏まえた上であえてミッドレンジを選択している今日のブルックリンのプレーなどちょっと見ていきたいと思います。 ドラントがボールハンドリングしてますね。ここにセスカリーがスクリーンに来ています。さらにドラモンドもこちらからスクリーンする準備があります。これは、まあ、ピストルアクション、21のような形だと思いますね。これに対して KD の進行方向にマキシが大きく張り出して、KD も膨らませることで、ハリスが挽回できる時間を稼ごうとしています。まあ、フィリーはこのファーストアクションはスイッチせずに守りたいという意図だと思います。 スクリーンがかかってて出してきますね。そしてセスカリーもノーマークにしてはいけませんからシュートレンジから追いやってからハリスが挽回してきた、まあ、ここまでいくと最初のピストルアクションの入りというのはフィリーは抑えた形ですとはいえ2つ目のスクリーンが準備されているとともにセスカリーとバスケットを結んだ方向にマキシは立てていませんのでエンビードは 少し下がり気味になっていますね。はい。ロブパスが来れば、エンビードにも守る責任があるからです。スクリーナーから大きく離れて、ドロップディフェンス、もともとエンビードもドロップディフェンスを一番のディフォルトで使っていますけれども、ドロップディフェンスにさらに輪をかけた、そういった形で下がっていますね。まあ、ある意味、ブルックリンがうまくほぐしたとも言えます。このスクリーンを使って、KD が 自分のシュートエリアに入っていく。エンビードが反応を見せて、当然ドライブには警戒しなければいけません。ヒットエンドダイブでドラモンドが飛び込む。これに対して KD は、この跳ね上がりと合わせてパスフェイクをします。パスフェイクをしたことによって、エンビードが後ろ重視になりますね。そしてハリス、非常にサイズもあるディフェンダーですけども、KD はエンビードが下がって、 視界が開けると楽々とこのミッドレンジを沈めてしまいまいす。やはり k d というのはスペシャルな選手で自分のタイミングでシュートモーションに入ることさえできればほぼノーマーク状態そこに誰がいるいないというのはあまり関係がないここでもハリスは後ろから後追いもうこのギリギリのところでプレッシャーかけていくという、まあ、ここでは最大限のことをやったと思うんですけれども まあ、KD は一切それを意に返さない。本当にスペシャルな選手だと思うんですよね。1クォーターのミッドレンジ、なんとブルックリンは6分の5という高確率でした。続いてボールハンドリングするのはセスカリーですで。カイリー・アービングが本来の狙いだったと思います。彼に手渡しパスをしてから、セスとドラモンド二重のスクリーンを使って、アービングがバスケットの方向にくるっとアタックしていく。 というのが狙いだったと思うんですけども、サイブルにオーバープレイされて、なかなかボールがもらえなそうなので、カイリーは、いやいや、お前がピックロール、そのまんぼボールハンドラーやりなっていう形で、役割を反転させているわけです。カイリーも優秀なシューターなので、コーナーに大きく張り出していくことができれば、まあ、スペーシングはしっかり確保できますよね。カイリーの合図を見て、セスは切り替えて、スクリーンに入ります。もしかするとエンビードは、 セスがが切り替える準備ができていなかかったかもしれませんエンビードの足というのはちょっと伸びていてディフェンンシブスタンスタににに入っっってていませんんちょっと死にたいになってるんですねそしてコミュニケーションが少なかったのかマキシはこのようにロックチェイスでぶつかって減速することを避けなければいけないのにいわゆる昔のバスケットボールでファイトオーバーという形になってここで肩と肩が擦り合わさってしまって減速してしまうんですね。 減速してしてままううとこのよにに大きななギャップになります。ミッドレンジというのは2人でサンドイッチして非常にハイプレッシャーの中で打たせなければいけませんでこのギャップが生まれるとディフェンスの気持ちにあ後手を踏んでしまったという慌ただしさが生まれてしまうんですねエンビードはもうドラモンドのアリウープの方が怖いという守り方ですそしててハーデンもここに立っているので リムプロテクションは十分というふうにも考えているのかもしれません。セスがここで止まって、ただセスがポンプフェイク。これで駆け引きしているのは、はい。あくまでもマキシです。これを飛ばせてしまえば、もう完全に離れ小島です。ノーマークでミッドレンジ。まあ、NBA プレイヤーならば、ここまでノーマークになればね、 ミッドレンジも決めれるかもしれないんですけども大事なのはその前の駆け引きであったりもともとタフなショットでもセスは決めれるという部分だと思うんですねカイリーもこのように前半ミッドレンジを決めたりミッドレンジまでいかなくてもスクリーンを使った時にエンビードが下がっていれば KD はそのままプルアップのスリーポイントまで決めていましたこのような形で3クォーター終了時点までに試合が決するですねミッドレンジだけではい14分の8 そしてフィリーは10分の2。うん。まあ14本という選択肢というのは多い方ですけども確率は50%以上なわけです。これはものすごい駆け引きにつながっていきます。ドゥラントがここでボールハンドリングしてますね。ちょっと今回の動画は時系列ではないのをお許しください。で、スクリーンがかかります。で、ここでスクリーンがかかって KD がシュートゾーンに侵入していく。これによってですね 先ほどとちょっと動きが違う立ち位置が違う選手がいますねはい5名とエンビードですまあ、ドラントの引力によってよりスリーポイントラインに引きつけられてしまっているんですねでここでも足はちょっと伸び気味だというところを見ると、まあ、エンビード強大なリムプロテクターだけどやはり、えー、外角に出ていくことだとかもっともっとこうディフェンスへの注力っていうのは今後プレーオフでは必要になっていくんじゃないかなっていうふうに思います エンビードがここに引き付けられると当然飛び込みやすくなるのはドラモンドですよね前半はよりドラモンドに対して重心を置いていたエンビードの重心の置き方が変わっていました KD がドリブルをさらにつき駆け引きしながら後ずさりするエンビードですが完全に踏み切れるドラモンドに対してこのアリウープを防ぎきれませんそしてですね ここではアリウープを選択しましたけれども例えばですよこのエリアに来た時点でこのドラモンドに対してセスを捨ててマキシが早めにアタックして踏み切りを遮ることがあれば当然 KD の選択肢の中にセスへのスキップパスというものもあったはずだと思います。でここでお話ししたいのはやはりこれを決めれるもしくはまあ捨てシュートじゃないですけど囲碁で言うとまあ布石 というふうに言うんですかねミッドレンジを少し打っとくことでそれでもですねこのミッドレンジに本来この選手は責任がないとされているドロップディフェンスなんですがプレイヤー心理に対してそれをまあ優先順位としてディフェンスが仕向けたいシュートでありながら、まあ、例えば伏兵と呼ばれるような選手であってもそのシュートを決めてしまうと。 こういったディフェンダーの気持ちに火をつけちゃうんですよね。悔しいぞ、止めてやりたい、全部塞ぎたいぞ。ただディフェンスは悲しいかな。全てを止められる、そんな、えー、スポーツではないんですよね。そういったところで、まあ、入れば入るほど引力は強まりますし、入る見込みの ミッドレンジを打っていくことで、ここがほぐされることがあります。僕が解説の時に、相手のゲームプランを揺さぶるようなミッドレンジではないですねと言ったり、今のミッドレンジは相手のゲームプランをちょっと揺るがす、そういった駆け引きになっていきますというのは、こういったことを指しています。 なぜ今回ミッドレンジの話をしようかと思ったかというとですねハーデンまあ今日ねゲーム不調でしたしプラスマイナスで言うとマイナス30ですかね、まあ、かなり本人的にも、うん、やはり、えー、思うところがあるんじゃないかなと思いますし前回の動画でも言いました彼の進化というのは、えー、プレーオフで問われてくるというところなんですけどもこのゲームを見ながら最後にヒューストンロケッツでプレーした2020年 まあレイカーズに対してもそうでしたしその1シーズン前のハーデンのミッドレンジを選択しないその戦い方、まあ、ヒューストンロケッツっていうのは極めてえこうミッドレンジを排除していこうという戦い方でしたけども究極の究極トップ同士の争いになったからこそこの選択肢も一つのカードとしてやっぱり持ってなきゃいけないなと過去にも感じたことがあったんですけどもそれを思い出させるようなそういった内容でした で、エンビードがいない時間、それからハーフコートバスケットがちょっと立ち行かなくなっていた、そういった時間帯に、ハーデンがハーフラインを超えたあたりで、はい、かなり高めに、えスクリーンをかけていく。シングルでもそうですし、まあ今は2枚準備しているような形ですけども、こういったセットも、え使っていました。で、まず、ニアンがスクリーンをかけますね。そして、ジョーダンは、こちらに行くと見せかけて、スクリーンをせずに飛び込んでいく。 という形なんですけどもここでの目的はドラギッチをハーデンに引き出すするとアイソレーションもしやすいですしハーデンはかなり推進力が加わっているのでここをドライブでぶち抜いた時にクラクストンに対してデアンドレのロブオプションとハーデンのこのペイント内の2対1を作ろうというそういった狙いのセットだと思うんですねでハーデンがドーンと突き出してきますただこれに対ししてもドラギッチはしっかり 相手がいる場所ではなくて、相手が行く場所に入るということで、もうファールせずに、なんとか押し切るんですね。で、この時点で見てください。DJ に対して、クラクストンはしっかり守れてますね。さらに後方支援も来ています。少しスペーシングも乏しくて、先ほどの KD のようなスキップパスのオプションっていうのもなくなってますね。で、ここで僕が思ったのは、この1対1、まあ見てください。まあ かつてのコービーでもデローザンでもいいんですけども、まあ、ジョーダンでもねこれだけのスペースがあったら例えばカイリー・アービングだったならばここでドリブルをクロスオーバーで切り返してドラギッチの重心がこっちになってるわけですからセパレーションを作ってミッドレンジを選択するっていうことが全然考えうるわけですよねそうするとカイリーの中ではあれだけオープンなフリースローラインエルボーショットフリースローラインショットっていうのは もうレイアップに等しいわけですから。まあこれはグッドショットなんですよね。ただハーデンの修正上、そういったショットを選択してきてない。そのシュート力がないわけじゃない。ただここは修正だと思います。そして見ていただくと、ハリスからも離して、ここのギャップを非常に狭くしているんですね。なのでここでは実はミッドレンジが一番の選択肢だったにもかかわらず、ハーデンはそのまま突っ込んでいき、うまく踏み切れない。身体能力がないというよりは、 うまく踏み切れないがためにクラクソンがこの狭いエリアで DJ もハーデンも両方押さえここで触ってティップしてブロックこれが確かこのゲームでも2回目3回目ぐらいのブロックでしたまあドライブして抜いていったところカイリーを後ろからね手を出してきてあのローブロックを数えると、まあ、3回ぐらいになるのかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、ハーデン嫌にこのゲーム、うん、ブロックされてるなっていうふうに印象を持たれた方は正解だと思います フィリーはチーム全体としても非常に多くブロックされてしまったゲームでしたまあブロックというものは簡単にできるものではありませんよねただそれもブルックリンのディフェンスのゲームプランの手の内でプレーしていたからこそ選手たちもしっかり予測が立っていた一つの証かなというふうに今日は思いましたね続いてじゃあフィリーは続いてではフィリーは他のディフェンスしなかったのかっていうと実は1クォーターからうん KD との ピックロールのパートナーが誰かによって KD にはダブルチームを送るハードショーのような形もしていました。ここではね、エンビードもハードショーさせます。クラクソンがスクリーンして、エンビードがここまで出てますね。いやー、息子も大騒ぎですよ。エンビード3ポイントラインから2メートルも離れたところまで出るのってね。でもね、出てしまうんですけども、まあ、出た時に大事なのはこの飛び込みの選手のリアクションですね。まあ、ドレイモンド・グリーンが非常に上手なことです。 ここのラインよりこっちに行けけば4対3が起きているわけですねで。この飛び込みに対してハーデンがセスカリーを捨ててヘルプに来ていますがクラクストンは体をねじりつつもこのボールをキャッチしてはいさらに多分もうもらう前に自分が飛び込んでる時点でハーデンがこちらに動いてると分かっていたと思うんですねハードショーだからこそ相手のシステムが理解できれば予測能力も高まりますククラクトンが的確にボールをさばく。 これは非常に的確でしたねこれによってセスカリーが高確率の3ポイントスペーシングも素晴らしかったですししっかりと相手に対してどういった代償を払わせなければいけないのか、えー、KD やセスだけでなく、えー、クラクストンもよく理解した形でした前半の3ポイントの成功本数これも11対4と前半大きな開きがありましたねさらにフィリーが繊維を喪失してしまうような KD のスーパーパプレイがありました今ね注目のケビン・ドゥラントはここにいるんですけどおおかなり騒いでますね、えー、ハリスもねべったりマークしてまだまだファイトしていくぞとここでの狙いは1枚2枚のスクリーンがあってケビン・ドゥラントが上がってくるそこからリングに向かわせてドランモンのも飛び込んでいくそういったような形ですねまあ通称アウェイと呼ばれるようなセットプレーになっているんですがカりリーがスクリーンしに来るこの時もハリス べったりして,いてカイリーはスクリーンをかけずに切れていくんですねでハリスはこの2枚目のスクリーンに対してもオーバープレイして自分の体を間に入れることでケビン・ドラントを減速させているんですつまりここまではトップブロックといってまあ KD に対するディフェンスとしてはこのセットプレイが立ち行かないそういった形に仕向けているんですただねここでセンタープレイヤーの皆さんぜひねあのー、セットプレイが 立ち行かなくなくった後の起点作り、えー、同じ言葉というか違う感じなんですけど起点を聞かせたドラモンドの動き見てくださいあ KD に渡らなかったじゃあプレーできないブラウンとのピックアンドロールに行くのではなくパスをもらって KD が1回カットを見せるそれによって振り切られそうになるハリスこのスピードですよ単純なことです だけど今度はハリスが後追いする形でドゥラントにボールを受けさすことができた、うん、ただハリスも素晴らしかったですねそれでも挽回していくんですさあここからが超絶ですよはいエンビードスクリーンが起きた時の高さに注目してくださいはいドロップでしたらもうこの動き出しに対してここに居座るかこの辺でもう下がって待っていると思うんですが KD に対して 出ていきますねハードショー2人でいきますドラモンドもそれが分かっているのでスクリーンをセットしませんでしたスリップ気味に抜けていきましたねこれはいち早くディフェンスの後方ラインに入るためですしかしこのハードショー完全に2人の重心が右に行ったところをそれを切り返すドリブルハーデンも少し風を見せてますブランは捨ててもいいという判断かもしれませんが誰も手が上がっていない ケビン・デュラントにとってはこれほどノーマークのことはないと息子も大騒ぎでございますいやーイージーマニースナイパー本当にね死神の鎌のようなねそういったジャンパーを持ってますよねさあここまででねミッドレンジのこう駆け引きの奥深さであったり 相手のディフェンスカバレッジ、まあ、システムによってどういう駆け引きが生まれてくるのかこの奥深さというのは、えー、皆さんにお伝えできたのかなというふうに思うんですけども、まあ、ここで最初の映像に戻ってフィリーのピックアンドロールがいかに立ち行かなくなってしまったのか見ていきたいと思うんですけども連続ターンオーンバーをしてしてまうフィリーのシーンですもうこの時点ではフィリーのファンからも、まあ、ブーイングも巻き起こってますね。この前にはブブルース・ブラウンンがダンクで叩き込んだ そしてここもセスカリ、まあ、スティールからちょっとタフな状況ですけれどもファーストブレイクポイント流し込んだ、うん、またファーストブレイクポイントについては触れたいなと思うんですけれども94対65、まあ、非常にね、えー、重苦しい点差になっている中、まあ、ハーデンがねゆっくりとボールを運んできますでエンビードがここで構えてますよね もうスイッチでも守れないどうやってこの2人のピックアンドロールを守るんだみたいなことをね前回の動画でやりましたちなみにハーデンねなんかねあの2クォーターでもちょっと3クォーターかな、えー、気持ちをそがれてしまってアイソレーションもあまり選択しませんでしたねでブルース・ブラウンにアイソレーションで守られてマキシにパスして、まあ、マキシも困ってしまったなんてシーンもありましたもうそのぐらいねちょっと主体性が、えー、もうそがれてしまっていたっていうのは残念なんですがブルックリンには 明確にフィリーのこの2人の2面ゲームと呼ばれるようなそういった古くはね、えー、ピックアンドロールアクションをどうやって止めるかゲームプランがあったように思いますそれは前半の3ポイント成功数11対4というところにもヒントが実は隠されていますエンビードがスクリーンに来ますねハーデンがこちらに移動しますするとここで2対1になるはずなんですがサイブルについてるセスカリーの動きよく見てください もう指をさして指示を出してますねはい俺行くよ行くよはいハーデンがアドバンテージを作ってエンビードが飛び込んでくれば何か起きるはずなのにっていうところでここまでエンビードに対してヘルプに来てるつまりフルスピードではダイブできないということでこのアリウープオプションをここで奪ってるんですねじゃあこちらにスキップすればいいんじゃないあれサイブル ここにいるのはい、そうなんでですよ。でね、この時のフロアバランスやはりねシューターをどちらかこっちに置いとくかうんハリスをこちらではなくてこちらのどちらかに立たせとくべきだったかなというふうに思いますスリーポイントがないので中に入りたい気持ちはわかるんですけれどもハーデンのパスのオプションが1つ減ってしまうんですねでサイブルが例えばここでスクリーンしてマキシを上がらせてマキシをよりフリーにして スリーポイントを打たせようと考えてもまあ、成長はしているものの相手からすると打たせたい優先順位の一つになってくるのかなって思いますここは非常に割り切ったブルックリーの守り方があったので、まあ、サイブルもねコーナーでオープンにするためにはもうちょっと早くここの懐に入り込んでおけばハーデンもそのスキッパスを選択したかもしれませんもうここまで来るとあもう中間距離のフローターを打つしかないかなっていう風な気持ちに なってしまっててししまいたんでしょうでエンビードはかなりフルスピードではないですしこのショットに対してドラモンドは早々に、はい、リバウンドにも切り替えているのでエンビードのリバウンドのチャンスもなくなってしまったもうワンプレイフィリーのスペーシング問題を顕著に表すシーンですハーデンがボールを持っていますエンビードがいますねそしてサイブルがいますエンビードがスクリーンをかけに行く時はいで スクリーンの方向を逆にしましまたね。こちらは2人立っているのであまりスペースがないというところも考えてそして左にハーデンを行かせたいというところも考えたんですがやはり同じメンバーがこちらに立っているでサイブルは先ほどよりも早くこちらに動き出していますねただこれに対してもセスカリーが早めに動き出すこちらの2人はあくまでもブラウン1人で守りきろうでしかもスペーシングが悪いので2人を1人で守れてしまうという状況になっています ハーデンンのドドドラライブをドラモンドがまずは止める。パスが来たけれどもはい、セスカリーがもうこの位置までいるファールにはなりませんこれもねエンビード飛び上がってしまえばまあ打てるには打てますけれども十分に体勢を整えたグッドショットとは言えないのかもしれませんねこれが外れてしまいます KD もしっかりリバウンドに参加してこれを確保する で巻き戻してみるとね、あのー、前回動画作った時は確かミネソタが対戦相手だったりあとはニックスが対戦相手だったのでこの辺のヘルプのボンプやタグの仕方が甘かったと思うんですねそこはディフェンスの注力という意味ではブルックリンも褒めてあげなければいけませんしこのゲームプランはすごく良かったのかなと思いますあとはこのゲームでも1本あったんですけどもサイブルがバスケットの裏方向 要するにダンカーズスポットでプレイする前回の動画見てない方はぜひ見てほしいんですけどもそういったシーンが非常に少なかったですねなのでここではですね例えばサイブルをここに立たせるセスカリーの,この後方ですねでカリーがここを守るんであったらサイブルのこことここをこの選手が2人で守らなきゃいけない非常に狭いんですけどもゾーンディフェンスを破るようなそういったプレイにしていくで例えばこのサイブルに対してカリーが いいやいやそんな簡単に持たせたくないよっていうことであればエンビードのここのダイブがより激しくなっていくブラウンも止めに来るのでマキシもよりオープンになるのでポンポンと飛ばせたりだとかなのでねフィリーとしてもすごく収穫のあるそういったえ配線にはできると思いますあとはフィリーを倒したいと思っているチームたちがこれをどう研究していくかですねサイブルが早めにこちにこっっちて セスが、えー、少しでも引っ張られればポンポンとこっちに弾け出すとかアリエープを投げるっていう、まあ、ピックアンドロールをショートするというねちょっと専門的には言い方もできますね。はい、これはねもうブルックリンのゲームプランしてやったりそんな状況だったんじゃないでしょうか。はいというわけでフィードゴールパーセンテージ両チーム非常に顕著でしたね。56対 まあ、フィリーはフィールドゴール成功30本に対して18ターンオーバーですからね。で、アシストも29対19。ねあの、ダブルチームに行った時もよくボールが回った。一人の選手が意固地になってプレーしていただけ、わけではなく、まあ、ブルックリンも、その、非常に冷静にプレーしていましたし、チームメイトたちを非常に信頼してプレーしていました。そして、ファーストブレイク。いや、フィリーも増えてるよっていうことをね、前回解説しましたけども、なんと、ファーストブレイクポイント。 うん、28対18ブルックリンのフィールドゴールパーセンテージが高いがゆえにフィリーが走る機会も少なかったというのはありますその反面実はですねブルックリントランジションでフィリーをアタックしていくというのも一つゲームプランになっていたとケビン・ドゥラントが試合後の、えー、コート上のインタビューで言ってましたねトランジションディフェンス1回トランジションに走られると相手の攻撃の期待値1.17を許すこれリーグワースト5に入ってしまいます OPP の相手ですね。相手のファーストブレイクポイント1試合平均で見ても14.2ポイント、ワースト3に入ってしまうま。そういったところはこのゲームでもえ散りばめられていましたね。特にえ1コーター主導権を握るところの大きな要因にすごく絡んでいたのかなと思いました。はい。というわけでね、息子もまだ大騒ぎしてますけれども、もう一回、しかもプレイオフという そして、ベンシモンズも加えた状態で、プレイオフでね、この2チームの争い、見たいなと思うのは僕だけではないんじゃないでしょうか。はい。そしてね、えー、カイリー・アービング。ここからね、まあ、ブルックリーに関しては順位を上げていかなきゃいけない、まあ、プレイオフ獲得圏内の6位っていうところも、えー、狙ってるかと思うんですね。ですが、カイリー・アービングが残り試合出れるのは、現地のデータによると、残り15試合のうち、アウェイが4試合。 まあね、ルールは変わるかもしれないんですけどもこれも大きな要素を果たしていきそうになります、うん、まあこの辺を、ね、どうやって見ていくのかそして改めてになりますけどもジェームズ・ハーデンフィールドゴール3分の13プラスマイナスマイナス30ということで、まあ、今日は11点止まり、うんまあね、何かねプルアップ3を相手のドロップディフェンスドラモンドも出てるのでに対してもっと積極的に狙ってもいいんじゃないかなっていうシーンもなかなか狙えませんでした ハーデンがフィリーのロスタエリをしたゲーム、これで6戦目ですけども、初めて土がついたゲームになりました。はいまあ、その他で言うとね、1クォーター最初のタイムアウト、うんまあ、ハーデンがちょうどね、その1ポゼッション前の攻撃で、通算2561本目のスリーポイントを決めて、歴代3位のスリーポイント成功数。 ステフ,ステフカリー,、えー、そしてレイアレン、そしてハーレンという形になりましたね。まあ、TNT の解説、レジー・ミラーさんがハーレンのね、なんかジャージも着ていましたけども。まあ、TNT もね、それが達成されると思ってか、レジー・ミラーさんに解説を依頼してたんでしょうかね、うん。ただね、まあ、この大体過去にチームのために貢献してくれた、活躍してくれた選手に対するトリビュートビデオというのは、 1>, 1, クォーター1回目のタイムアウトで流れるんですけども、まあ、ドッグ・リバースさんもこれはね皮肉だと思うんですけどもまあベンのためにもトリビュートビデオした方がいいんじゃないみたいなねコメントを確かしてたと思うんですけどもトリビュートビデオは一切なし、えー、どちらかというと NBA 選手たちのファッションチェックやアリーナに詰めかけてるファンのファッションチェックドリップキャムというねそういったものをやってました、うん、まあねカイリー・アービングなんかはね遺婚はないんだ友情を はちゃんとあったったていうようよな発言もしましたけどもうんまあベンシモンズね、まあ、にこやかにこの試合展開だと戦況を見守るそれだけの余裕はあれど、まあ、これからねどのようになっていくのか、うん、非常に見応えあるゲームだったかなというふうに思いましたその得点以上にですねでこういったことも見ていくとプレーオフますます面白くなっていくんじゃないでしょうか。うん まあもう一つのゲーム。はい。えー、ゴールデンステイトウォリアーズとデンバーナゲッツ。まあニコラ・ユキッチなんかはね、昨シーズンはこう、エンビードとのデッドヒートで、僕は1分間算のパフォーマンスで言うと、エンビードの方が上だっていうことで、ギリギリまでエンビードを押してましたけども、まあ、まあ今シーズンに関してはね、先日の4クォーターとオーバータイムで30点ですか。まあああいう活躍もありましたし、シーズントータルで言うと、うん。まあね、えー、あの、 本当にねマレーとポータージュニアを書きながらあの順位にいますからやはりヨキッチが今シーズンは MVP なのかなというふうに思いますね、まあ、12月ぐらいまではステフなんじゃないか KD なんじゃないか、まあ、KD も長期離脱してとかもう本当にいろいろあったシーズンですよね50得点以上記録した選手も11人ですかうん、まあ、MVP レースね引き続きヨキッチエンビードそれからヤニスこの三つどもえで、まあ、沸かせてくれるでしょうけれども まあよきッちが最有力で最後まで進むんじゃないかろうかと個人的には思っている今シーズンです。はいというわけで今回も長らくお付き合いありがとうございましたはいそしてね、明日はですね、えー、僕天皇杯決勝こちらを、ねえー、n h k ー、e、テレで解説させていただきます川崎対千葉はいこの B リーグの2クラブが対戦しますこちらの方もねもしお時間あったらぜひチェックしてくださいそして 今日もですね、映像協力は NBA 楽天さんでした。いつも、ビッグ感謝でございます。そして、もちろん、ご覧いただいた皆さんにも、ビッグ感謝。引き続き、チャンネル登録、コメント、高評価、お忘れなく。それでは、また次回お会いしましょう。See ya!